ご機嫌じゃないですか。リビングに入るとはるかねのハミンが聞こえてきた。おはよう、はるかね。センジ君、おはよう。どう、なんだか条件だな。料理を並べるためにテーブルを拭く、はるかねの姿を眺める。もうすぐご飯も炊き上がると思うからちょっとだけ待っててね。はーい。あー、踊るような軽い足取りで、はるかねがキッチンへと戻っていく。おはよう、セイジ。どうも。ああ、はい。セイジにしては珍しく早起きではないか。でしょ。まあね。自分の功績みたいに言ってるのよ。今日も。ああ、ごめんなさい。ついおっしゃる癖が。飲んじゃ褒めようとして損したわ。はい、起こしてもらいました。それより、はるかねのことなんだけどさ。私がここに来た時からずっとあんな感じね。朝、わしに挨拶してきた時も上機嫌じゃったな。なるほどね。はるかねの自然な機嫌の良さには、二人も気づいていたらしい。ねえ、あんた、はるかねさんから何も聞いてないの？聞いてないけど。そう、これだけ機嫌が良くなるってことは悩み事が解決したと考えていいのかしら。そうね、多分そうなんだと思う。パーティーの温かい付き合いをしていた時にはいつものはるかねに戻っていたしな。そうね、それは私にも感じられたから。感じた。一国。でもこれはさすがに変わりすぎじゃない？確かに、それは否定できないな。昨日のピリピリしていたはるか姉さんも変だったけど、今は当人比 105% はふわふわしてるし。あれで 5% しか変わらないのか。とにかくあんたは何があったのかはるか姉さんに聞いて。何を聞くの？ああ、え？ざるじゃないですか、みんな。いつの間にかはるかねが間近で僕たちの顔を覗き込んでいた。なんでもないの。そう。それじゃあご飯にしましょうか。はい。え？あのはるかねさん。あまりにあっさり引き下がられ、あいむねは変えて戸惑っている。いいじゃないか、聞かれなかったんだし。そうね。はるかお姉ちゃん、ご飯が炊けたよ。ご飯が炊けました。それを知らせながら優がおかずを運んでくる。ありがとう、優ちゃん。それじゃあふうたくんとさくらちゃんを呼んでくるわね。あ、私が行ってくるよ。そう。じゃあ私は残りのおかずを運んでおくわね。お願いするね。何を見せられていた、私は。平和な一を見せられている。元気な返事をして優が二人を呼びに行く。おかしくね。僕たちはテーブルの上に並べられていくおかずを見ました。おかしくね。なあ、はるかね、白風がいつもの倍くらいある気がするんだけど、これ全部朝飯の中。あっさりと覗いた。そうなんだ。朝から豪華ね。食べきられるかな。かかった食費を聞くのが恐ろしいくらいじゃわい。確かに。おかわりもたくさんあるから欲しくなったら言ってね。そんなに？おかわりっていくらなんでも無理だと思うぞ。お待たせ、呼んできたよ。毎日か誰かのハッピーバースデー。すっげえ声って、うるせえ。子供たちは大喜びだ。それじゃあ、早速いただきましょうか。でも。朝からこんなにたくさん食べられないかも。はるか姉さん、ちょっと作りすぎじゃない？せっかくだから、今日も奮発してみたんだけど、ダメだった？
全員が一斉にうなずく。今日の100年は昨日までと違った意味で変だよ。変だなんて、セイジ君ってばひどい。まるで小さな子供のようにぷくっと頬を膨らませ抗議する。あや、そういうところとか絶対におかしいって。そんなことないわよね。今度は全員が一斉に首を振る。やっぱり変だわ。変だな。昨日までとは違い、心配のし必要がなさそうな違和感ではあるけれど、アルクネの様子は明らかにおかしいというのことはみんなも感じているはずだ。え？なんで？なんでって嬉しくてたまらないって感じがにじみ出てるからさ。嬉しくてたまらないか、確かにその通りかもしれないわね。え？あのね、みんなにはまだ伝えてなかったんだけど、私がずっと気にかけていたことがやっと解決したの。おう。ハルカネは嬉しそうにそう口にする。やっぱりそうだったんだ。うん、みんなにはいろいろ心配かけちゃってごめんね。いや、ハルカネの悩みが無事に解決したって言うなら俺たちは何も言わないよ。うん、セイジの言う通りじゃ。ありがとう。で、悩みって？じゃあ本当にもう大丈夫なんだね。ハルカネがはっきり言うのつく。どうやら今度は嘘もごまかしもないようだ。何がどうなったのかは全くわからないけど、ハルカネがいつもみたいに笑っていられるならそれが一番だ。されまそうね。昨日までの暗い影はもうない。今日からはきっといつもと同じ毎日が戻ってくるんだ。なあなあ、そろそろ食べていいか。さくらもお腹すいた。ごめんね、せっかくのご飯が冷めちゃうから食べましょうか。あ、なんで俺はゲームをしている感覚が今ないな。はい、場面が変わりまして、ふう、お腹が苦しい。さすがにちょっと食べ過ぎたかも。リビングでゴロゴロしながら僕はのんびりとしていた。なんだ、セイジ。お前、人んちに上がってきたのか。もう侵入だ。なんだ、久々かって、なんでお前がここにいるんだよ。それはもちろん。今日も愛しい歩夢さんに会いに来たからに決まっているだろう。相変わらず、こいつは。朝からお邪魔してしまって、すみません、セイジさん。警察で呼んで。ああ、こももちゃんが謝ることないよ。久光のわがままに付き合わされただけなんだから。あれ？お兄ちゃん、まだ用意してないの？上から降りてきた優が不思議そうにしている。用意？あ、こももちゃん、越前役、おはよう。こももちゃんはともかく久光の相手なんかしなくてもいいって。もう、お友達にそんなこと言っちゃダメだよ。こいつと友達と回れてんの？大体こいつはって、なんで優は制服を着てるんだ。完璧に忘れているみたい。どこ日ですか？優に続いて顔を出したアユムネームも制服に着替えていた。アユムネーム、待て。おお、久しぶりに見るアユムさんの制服姿だ。制服姿、そうでしょうか。口を開いたひすみつをチェキしてみると、まるで何事もなかったかのように僕に向き直る。早く着替えなさい。置いていくわよ。着替え？置いていく？話が全くわからない。あのね、セイジ君、今日は何の日だと思う？何の日？僕の誕生日。苦笑いしてそう尋ねるはるかねえもスーツを身にまとっている。それはまるで学校に行く学校。やっと思い出したようだな。いつの間にか分かってしまったひすみつか、そぎすんだまなざしと僕を見下ろす。今日って、どこ日だっけ？そう、乾ききった砂漠のような日々の中、やっと訪れたオアシスのごときひととき。
アイムさんと共に過ごせる貴重な日だというのに。忘れてるとは嘆かわしい。心底呆れたというようにため息をつきながら頭を左右に振る。ただの登校日でしょ。そういう変な言い回しをしないで。貧血でも起こしたように久光の体がなつく、傾く。久光様、大丈夫ですか。黙っていろ、カモモ。僕は今、久しぶりのアイムさんの制服姿を堪能しているのだ。やば。はい、すみませんでした。やばのやばだ。そこは謝るところじゃないから。メイド服姿もいいが、こちらも素晴らしい。まるでメイド服を着たことがあるみたいに言わないで。アイマネの声は氷のように冷たい。ああ、これは失礼を。本来ならメイド服を先にお見せするべきでしたね。こっち気持ち悪い。え？というわけで、このわあ、今日も用意してきてんじゃん。よいしょ。わあ。ひそみつの指示でこももちゃんがカバンの中を漁り始める。どういうもの？そう、昨日お邪魔した時はデザインの段階だったメイド服が今朝方完成したんです。言いながらこももちゃんから受け取ったメイド服をさっそうと、アイムネに差し出した。それを手に取るアイムネはすでに呆れ顔だ。まさか次の日に実物を用意してくるなんてね。正直、久光のバカさ加減を侮っていたよ。そうだろ、そうだろ。褒めてないよ。いや、褒めたつもりはないんだけどな。同じこと言っちゃうんだよな、もう。さあ、あいまさん、たまとうかな。今すぐこのメイド服に身を包み、見るものすべてを魅了してください。こいつも黙らせてくれよ。いやよ。それは何故ですか。私はメイド服を用意してきたら着てあげるなんて一言も言った覚えはないんだけど。そうだそうだ、帰るから。そのことに気づいたイスメスの目が点になる。それにそろそろ家を出ないと学校に遅刻しちゃうしね。なんだ、そんな些細なことが原因だと言うなら遅刻の一つや二つ、この僕が簡単にもみけ。もみ、何かしら。あ、教師でしたね。もみもみもみ、はるかさん、肩でもおもみしましょうか。あら、気を使ってくれなくても大丈夫よ。私、肩は凝らない方だから。さすがの久光もはるか姉の前で大口を叩くことはできなかったみたいだね。はい、はるかさんさすがです。こもちゃんは妙なところで感心していた。というわけでこのメイド服は家に持ち帰ってね。この会話パーツ黙るしかないんだが、言いながら手に持ったままだったメイド服を突き返す。アイムさんがそこまでこのデザインが気に入らないと言うなら仕方ありません。このパートいります。はあ、早送りでもいいじゃん。だから今のをどう解釈したらそういう考えになるんだよ。しかしこのメイド服は歩さんのために作らせたものですから、ここに置いていきます。そんな、そう、はい、もし必要ないようでしたら牛乳をこぼした時の雑巾代わりにしていただいて結構ですから。わあ、結構言うやん。それはちょっともったいないんじゃ。もしこのメイド服を身にまとったときは、僕にだけこっそり写真を送るか。アイマネーが本日2度目のかかと落としを放つ。すごい。わあ、まあ、見えなかった。相変わらず痛そうね。一善也くん、白目を向いちゃったよ。一善也、まあ、なんだ、一善也くん、どうですか。久光様、しっかりしてください。
永遠の炎エキス。久しぶりの教室はざわめきに満ちていた。休み中のことや宿題の進行状況についてなど話はつけず、みんな楽しげだ。久しぶりに学校に来ると変な気分だね。そうだな、早く終わらせてとっとと帰って寝たい。僕は机に突っ伏す。もうダメだよお兄ちゃんけど。ユウ、少しだけでいいんだ、眠らせてくれ。ダメだって、すぐに春君じゃなくて先生が来るよ。まるで測ったようなタイミングで教室の扉が開く。皆さん、おはようございます。先生とそこまで来るじゃないでしょ。はるか姉の先生の姿を見て、おのおの自分の席へと戻っていく。移動が収まるのを見て、はるか姉は教卓に立つと教室の中をぐるっと見回す。うん、みんな来てるみたいね。欠席者はなし。大丈夫だと思うけど、夏休みだからってだらけていちゃダメよ。こうしている時のはるか姉はちゃんと先生の顔をしている。どうやら平気みたいだな。今朝のふわふわした雰囲気は消えてないけど、親しくなければその変化はわからないだろう。例えば今日が登校日だってことを忘れてたりとか。誰だそんなやつ。つかいるわけない。クスッと笑って聞かれるとちらりとバカおめら。教室に小さな笑いが広がる。さて、全員が無事に揃って何よりです。早速ですが、休みの間の連絡事項を。ここまで喋らないと俺あれだな。ちょっとこれはこのゲームやるのが失敗だったかもしれない。以上です。次に、あんまり言いたくないんだけどね。新学期になりますね。ゲーム実況に向いてるゲーム、向いてないゲームってありますからね。怪我や病気のない、俺のやる気が上がるゲーム、上がらないゲームってありますよね。はあ、まとめの言葉とともに号令がかかる。教室を出ていくはるか姉を見送ると、ユウが僕のところへやってくる。お兄ちゃん、帰ろっか。帰ろう。その前に1年生の教室に寄ってからな。そっか、今日はこももちゃんが遊びに来ることになってたもんね。ああ、だからどうせなら一緒に帰った方が早いと思ってさ。あ、そうだね。これからの予定を立てると、僕たちは教室を後にした。おお、すげえ。うわ、なぜ学校に。ふたお兄ちゃん、帰ろうよ。いいじゃん、大丈夫だって。廊下へ出ると、ここにいるはずのない二人がいた。ふたくん、さくらちゃん。お前ら何やってんだ。その前に、なんでここにいるのか説明してくれ。いやー、うちで留守番してるのも退屈だったからさ、遊びに来てみたんだ。生え際がすげえ。フータには悪びれた様子もない。ごめんね、聖地お兄ちゃん。キャラがすごい。さくらは今にも泣き出しそうな顔で頭を下げた。いいって、どうせフータに付き合わされたんだろう。さくらは縦にも横にも首を振らない。今日はもう終わりだから一緒に帰ろう。せっかく来たのに。ふうたのシャツから顔を出し、聖司が一声なく。お前、聖司まで連れてきたのか。ダメだよふうたくん、誰かに見つかったら。パタパタと足音が近づいてくる。手遅れだったみたいだな。子供が廊下を歩いてるって聞いたんだけど、ふうたくんとさくらちゃんだったの。あらかねは目を丸くして驚いている。もう、ああ、そういうことです。二人ともダメじゃない。あらかねは腰に手を当て、ため息まじに言う。悪いあらかね、ほら、お前らもちゃんと謝れよ。
僕に促され二人が頭を下げる。チェー、つまんないな。すげえなこいつ。ベシータみたいな。なかったのに。廃業して。二人とも学校を見に来たの？そうだぞ。ベシータのショー。みんながいるの、どんなとこか見に来たんだ。あのな、ここ遊び場所ないんだぞ。でもじいちゃんに聞いたら、あゆむ姉ちゃんも聖地兄ちゃんも昔やってたって言ってたぞ。ふーたの言う通りだ。まだ幼い頃、あゆむ姉も僕も探検と称して似たようなことをよくやっていた。だからってお前たちのやっていることが許されるわけじゃないぞ。聖地くん、あまり怒らないであげて。わかってる。ごめん、歩くね。すぐに連れて帰るから。そして、って、言いたいところだけど。はい。アルカネンは僕とユウを交互に見る。セイジ君、ユウちゃん、二人の面倒をちゃんと見られるかしら。わ、舐められてんじゃん。ああ、そのつもりだけど。うん、私もいいよ。じゃあ、他の先生たちには忘れ物を届けに来てもらったって言っておくから。できる女だぜ。は？少しくらいなら学校の中を見て回ってもいいわよ。いいのか？いいのか？いいの？二人は揃って顔を輝かせた。今日だけ特別ね。お？やったー！わーい！あ、はるかね。油断していた。まさかアラカネがこんなことを言い出すとは思っていなかった。ダメ？小首をかしげアラカネが尋ねる。お兄ちゃん。あ、困り顔のユウが僕に判断を求めてくる。仕方ないな。決まりね。ポンと胸の前で手を合わせ笑顔になる。それでね、セイジ君とユウちゃんにお願いがあるんだけど。私これからちょっと補習授業をしなくちゃいけないのよ。どこびらっていうのだよな。だから後のことを任せていいかしら。ああ、もともとそのつもりだったし構わないよ。私も一緒にいるから。ありがとう。どういたしまして。にっこり飛ばれてるんですけど、子供たちへとも行き直る。二人とも聖司君とゆうちゃんの言うことをちゃんと聞くように。わかった？おお、わかってるよ。信憑性にかけた軽い返事。うずうずしているのは一刻も早く遊びたいからだろう。それじゃまた後でね。そんな遊ぶことある？そんな来られても。ああ、アルカネを見向かってから二人に向かい合う。そんな見るもんある？まあ今のお前らにおとなしくしてろなんて言っても無理だよな。無理。繰り返すけど、今日は特別なんだからな。こういうことをするとね、本当ならハルカお姉ちゃんにすっごく迷惑がかかっちゃうんだよ。本人は進んで許可を出してたけど。わかった。ね、特別なんだね。そうだ。二人は真剣な顔でうなずく。それじゃあ、こももちゃんのところへ行ってみるか。こもも姉ちゃんだ。ドロー。こもも姉ちゃん。廊下の先に見知った姿を見つけ、二人が駆け出す。あ、こんにちは。なんでメイド服で授業を受けることが許可されているんだ。ぺこりと頭を下げる。どうしたんですか、皆さん揃って。俺がこいつの制服に。ああ、ちょっと学校見学をすることになってさ。ですね。二人に笑いかける。こももちゃんこそこんなところで何をしているんだ。私は久光様を待っているんです。立っている後ろの教室へ目を向ける。もしかして補習？さっきアルカネがそんなことを言っていたような。ええ、アルカさんが特別に時間を取ってくださったんです。補習かよ。そうか、でも久光がよく補習を受ける気になったね。あいつのことだから僕に補習なんて必要ないとか言い出しそうだけど。
が一緒に補修を受けてくださっているんです。アイムネが補修？アイムネには全く不要だろう。つまりそれは、久光様がダダをこねられたので。それで、うわあ、あいつクソ迷惑な。そういうことか。それでお姉ちゃんの補修を受けることになったんだね。はい、そうです。アイムネも悪くねえが、担当の許可となれば放っておきたかったんだろう。じゃあ、ひとみつの補修が終わるまで、こももちゃんの仕事も継続ってわけだ。はい、そうです。なあなあ、そこまでするの、メイドの仕事。一緒に遊ぼうぜ。給料高いぜ。遊ぼう。え？ああ、補修が終わらないことには、はるかねの仕事も終わらないし、ここで待っているよ。ああ、待っているよりはいくらかマシだと思うよ。そうですね。じゃあ決まりだな。とはいえさすがにこれだけの人数で IQ もあると目立つな。どうする？二人に別れよう。屋上にでも行くか。もうちょっと中を見て回る。そう、見るもんねえよ。学校二人は揃って不満な声を上げる。まあ子供からしたら楽しい場所なのかな。気になりはするのかな。やはり目立つのか。すれ違うみんながクスクス笑いながら僕たちを見ていく。とにかく行くぞ。はーい。はーい。すげー。うわ、景色めっちゃいいじゃん。この学校すごいね。広い。いい屋上だね。屋上へ出ると二人は橋へ向かってかけていく。二人ともはしゃぎすぎて落ちんなよ。いいね、海の近い学校。綺麗だね。二人とも僕たちの注意なんて聞いてないようだ。まあ仕方ないか。そうだね。二人揃って笑う。慣れた今だからこそゆっくりできるか。初めて見た時は僕たちも似たようなものだった。いい風だな。海の濃い香りを含んだ風が頬を撫でていく。夏の太陽日差しにさらされて熱を含んだ体を優しく冷やしてくれる。こうしているとなんだか心がウキウキしてすごく気持ちいいですね。こももちゃんも全身で風を受けるように大きく伸びをする。いいな。いい風だ。ふーた、ここはふーた、さくらも僕たちに放って、ああ、僕たちに習って同じように伸びをする。ここは変わらないね。そうだな。ふーとか、まるで時間が止まったかのように変化のない景色。けれど僕はこの眺めが、この街が好きだ。なあなあ、聖司兄ちゃん。どうした？俺、海に遊びに行きたい。行ってこい。ずいぶん届かな。でも、そう思ったんだよ。さくらも海に行きたい。ふーたの後押しをするようにさくらが言う。海なんて、いつでも行けるだろ。でも、今年はまだ行ってないぞ。それに、みんなと一緒がいいんだもん。なるほどな。二人の言うことも一理ある。海、いいよね。私も行きたい。泳いだらきっと気持ちいいですよ。遠くに見える海面をこもちゃんは目を細めて見つめる。夏はすっごく暑いですし。多分そのメイド服も暑さの一因だと思うけど、それにしても海か。こももちゃん海に行きたそうだし、誘ってみようかな。でも、こももちゃんには、久光のお守りがあるしな。どうしようか。え？おぉ。いや、誘おうじゃん？そんな。よかったら、こももちゃんも一緒にどう？
ですか？いいんですよ。人数多い方が楽しいだろうしね。うん、一緒に行こうや。ありがとうございます。じゃあ決まりだな。やったー、海海。さくらは僕らの周りをぐるぐると走り回る。わかりました。明日の朝ですね。来てくれんだ。こももちゃんの返事を聞いたふうたも、さくらに続いて僕らの周りをぐる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 走り回ります。本当にいいの？お兄ちゃん。あ、今年の夏休みはまだどこにも行ってなかったし、特に予定はないんだろう。うん、別に予定はないよ。ならちょっとした旅行のつもりでさ、みんなで楽しもう。な。